こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちらの木の実を収穫したみたいなパワースリーブのカーディガンをご紹介したいと思います。すごくないですか、この編み地。もう本当にパブコーンと引き上げ編みをめちゃめちゃ駆使して編みました。こんな感じでね、木の実がたくさん並んでるみたいなパブコーン。で、こういうところが、引き上げ編みで交差ですね。で、ここ中長編みの交差とか、その交差させたり引き上げ編みっていうのをすっごい駆使して編みました。で、袖はこんな感じで結構太めでね、ここに少しギャザーが入ってるのです。まあ気持ちなんですけど、ちょっとこうふわっと肩がパフッとして、ちょっとここら辺がパワーショルダー感が、まあ絶対的にこうガシッとしてるので、ちょっと袖がポイントのカーディガンとなってます。で、袖にも袖のね、ここの交差の部分は少し透け感を入れたりとかして、いろんな、編み方で編んでおります。もうね、なんだろう、すごいですよね。私も本当にこの作品、まあ編んでる途中ぐらいからもう、私史上記録更新したなと思って、一番、私史上一番可愛いカーディガンを作ってしまいました。で、ポイントは、ここ。この、肩の部分ですね。前身頃と、あと、こんな感じで、後ろ身頃にも木が生えてます。で、この木の実をたくさん収穫したよ、みたいな雰囲気にしたいなと思って、この図案を作りました。いかがでしょうか。こんな感じ。で、結構ね、本当にちょっとしたコートぐらいの重さが、実はこれ1キロ超えてます。もう本当に、糸3本取りにしてぎっしりしたかったので、ちょっと細めの針で、8号針なんですけど、編んだんですね。なので結構ずしっと。ただね、ほんとこれからの季節、絶対にこれ着てお出かけしてたらもう絶対あったかいなっていう感じのカーディガンになってます。見て、この丈。こんな丈なのに、重たい1キロっていう、本当にパワースリーブというか、もうパワー溢れるカーディガンですね。私的にも本当に、めちゃめちゃこの冬のパワーを詰め込んだカーディガンとなっております。でもめっちゃ可愛い。見てこの袖とか。すっごく可愛くないですか？私的にはね、なんかこんな感じでニットの上にほんと羽織るだけでも可愛いし、なんか例えばライダースとか、Gジャンとか、の上に羽織れるぐらいの、袖も結構しっかり太め、アームホールも太めになってるんで、重ね着がすごく楽しめるアイテムになってます。なんかちょっとこんな感じでね、抜いてきようかなと思ってます。なんかワンピース、ストンとしたワンピースの上とかに着ても可愛いなと思って、今パンツなんですけど、シルエットもめちゃめちゃ可愛い、この袖の感じとか。いやー、力作でしたー。そんな感じでですね、熱い思いを、思いの丈をいろいろ喋ったんですけど、こちらの糸ですね、沢田糸さんのアモット、あと、リッチモアさんのハイカウントモヘアというすごい細いモヘアですね、と、あとはキーティーキーティーキーティーオリジナル糸ギブミーコットンのコードという3種類の糸を、引き揃えて編みました。で、こちらはオフホワイトのウールの糸。ちょっとクリーミーな。カラーのモヘア。そして、キティの、ギブミーコットンコードがメロンの3色になってます。このメロンの色がすごくポイントで、こんな感じですね。こんな感じで、ちょっとチラチラっと、このメロン色の糸がアクセントになって、見えますかね。なんかこう、全体的に白っぽいんですけど、やっぱこう糸が混ざって、アクセントになるとすごい可愛い。で、このふわふわのモヘアもいい感じに可愛く引き揃えられてます。でですね、他のお色も用意しました。こちら、キットで販売します。こちらが、オフホワイトですね。で、ピンク。ピンクはこんな感じでカシスとチェリーブロッサムっていうウールと、ちょっとね、ラベンダーっぽい色のモヘアを引き揃えてます。あとは、このボルドー。ボルドーがオリーブですね。オリーブが混ざってて、結構ね、色がミックスして見えてきます。オリーブとブラックとボルドーの3色ですね。これめちゃめちゃ私的に可愛い。作るときにこの色で作るかこれで作るか悩んだんですけど、私今年のめちゃめちゃ最推しカラー、このメロンカラーだったので、メロン使いました。で、裏だ。
で、これがグレーです。ちょっとグレイッシュなチャコール系の色と、キティのコードは、カーキですね。で、ちょっとね、ブルーグレーみたいな色をミックスしてます。ちょっとシックなね、クール系のファッションが好きな方は、この色もおすすめです。こんな4色のカラバリで作ってます。ちなみにね、これまだ途中なんですけど、じゃーん。これ、キッズのビスチェ。キッズのビスチェの作りかけをちょっと今、スワッチで見せてます。かわいい、こんな感じで。ちょっと大きいかな。感じの。4色転換になっております。そんな感じでですね、今回こちら、まあ、さっき言った通り、オンラインストアでも販売します。で、あと、アミズですね。アミズや、キット。うん、そうですね。オンラインストアで販売するので、もしよかったら見てみてください。まあね、デザイン的にもね、ハム、パワー、気力的なものも多分作る人を結構選ぶなとは思ってるんですが、もう私的には大満足。やっぱお洋服作るとき特に思うのは、本当に伊勢丹で売ってるようなセーターが編みたいって思ってます。まあ日本の最高峰のね、デパートなので、やっぱり伊勢丹で売ってるぐらいのものが作れたら、洋服のブランドも立ち上げれるじゃんっていうような、なんだろうな、夢ですね、を思ってるので、なんかそれにちょっと一歩近づけたんじゃないかと思っております。かわいい。超かわいい。ということで、ぜひぜひ編んでいただけたら本当に嬉しいです。はい。それでは編み始める前に概要欄に糸の詳細、道具などなど、あとですね、先ほどお伝えしたオンラインストアの URL、あと SNS の URL なども載せておくので、ぜひぜひ活用してください。それでは早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キティキティキティオリジナル糸のコード、ギブミーコットンシリーズのコードという糸です。で、沢田糸さんのアモトというウールの糸。リッチモアさんの、エクセレントモヘアカウント10。で、それぞれお色がこちらメロン、ホワイト。で、3番のお色になります。この3種類の糸を1本ずつ引き揃えて編んでいきます。使用する針はこちらの8号針を使用していきます。こんな風に3本同時に持っていきます。それではまずは作り目をしていきます。作り目は鎖編みで36目になります。1,2,3,4,5引き揃えて編むとこんな風になります。ウールのこのマットなちょっとモフモフっとした感じと、モヘアのこの毛がねふわふわした感じの中にこのコードのねツヤのあるコットンのこの色が糸がね糸とカラーがアクセントになるというような編み地になります。まずは36目鎖編み編んでいきます。36目編めました。まずは1段目からです。1段目はこのように全ての目に長編みを編み入れていきます。で、この一番最初だけですね、立ち上がり鎖3目を編みます。で、作り目の36目目に長編みを編んでいくという感じです。1段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目で、長編みを作り目の36目目に編む。で、長編み編むときにですね、拾うところは鎖1本と裏山を拾って編んでいきます。1段目編み終わりました。次、2段目はすべての目に細編みを編みます。2段目も編み終わりました。それではですね、3段目から模様編みを編んでいきます。3段目5段目同じ模様ですね、クロスしてこの左から右にこの斜めになっているここが引き上げ編みになります。まず立ち上がり鎖3目を編んだらこの長編みをこの細編みに編みます。で、次、長々編みをこの前々段、1段目のこの長編みの足をすくって表引き上げ編み、長々編みの表引き上げ編みを編む。これを繰り返していきます。長編みをこの細編みに編んで、長々編みを
この長編みの足を引き上げる。3段目編んでいきます。立ち上がり鎖編みを3目。そしたらまずは長編みを編みます。で、長々編みを前々段の足をそっくり拾って、長々編み、こんな風になります。1目飛ばして、その次の目に長編み、針に2回糸を巻きつけて前々段の足を拾って、長々こんな風に斜めに模様ができていきます。3段目編み終わりました。そしたら4、5、6とこの模様と細編みを繰り返して図案通りに編んでいきます。6段目まで編み終わりました。こんな風に模様が、1つ目の模様ができてます。で、7段目でバブコーンを編みます。このような形で鎖編み2目立ち上がって長編みで、長編み4目のバブコーン編みます。で、間に鎖1目バブコーン、鎖1目バブコーンと編んでいきます。それでは編んでいきます。鎖編み2目で立ち上がってで、長で、次バブコーン、この目に長編みを4目編みます。で、針を1回外して、長編み1目目の頭に針を入れて、外した輪に針を戻して引き抜く。で、鎖1目。これでバブコーンが編めました。で、鎖1目編んだら、またその1目飛ばして、その次の目に、長編み4目のバブコーン。これを繰り返して編んでいきます。7段目ですね、編み終わりました。そしたら次8段目、8段目細編みを編んでいきます。図案通り編んでいっていただけたらと思うのですが、編み方としてはこの鎖編みの部分はこの側ですくって、で、この玉編み、パブコーンの上に当たるところは鎖1目編んでいきます。細編み、鎖1目、細編み、鎖1目、細編み、鎖1目という風に編んでいきます。それでは編んでいきます。立ち上がり鎖1目細編み、まずはこの前立ての部分は6目ですね。はい、で、鎖編みの部分側ですくって細編み、鎖1目側ですくって細編み、鎖1目側ですくって細編み、鎖1目、これを繰り返していきます。8段目編み終わりました。それではですね、次の段9、10、11は中長編みの交差を編んでいきます。で、一つ気をつけたいのが、中長編みを編むとき、この立ち上がりを見失いそうになるので、絶対この2目編んだらここに印をつけていってください。こっちもですね、ここに印をつけていくと、慣れてる方は見失わないかと思うんですが、見失うのが不安な方はつけていってください。で、まず立ち上がり鎖2目を編みます。そしたら中長ここの目に編みます。で、この次の 1,2,3 目目、ここ編むときはこの鎖編みを側ですくって編みます。で、10段目11段目は前段の中長編みの頭に針を入れて編む。というふうに編んでいきます。それでは編んでいきます。まず立ち上がり鎖編み2目。で、この2目目に
けておきます。ここ立ち上がりだよって言って、最後に中長編みを1目編むよっていう印です。そしたら次、中長編みをここの目ですね、ここの目に針を入れて中長編みを編みます。で針にまた糸をかけて、今度はこの鎖編みを束にすくって、先ほど編んだ中長編みを編みくるみます。こんな風にすると中長編みが交差されます。中長編みを1目針に糸をかけて、鎖編みを束にすくって、中長編み、こんな風にして3段分ですね、編んでいきます。少しだけ編み図修正しました。この10、11段目のこの中長編み、編み入れる場所ですね、先ほどの図案だと前段の中長編みの頭に入ってたんですが、この間に針を入れてこう編みくるんでいくような感じにしていきたいと思います。なので、9段目までは先ほど編んだのと同じです。それでは10段目ですね。10段目最初の6目中長編み編み終わってます。で次からですね、ここにクロスをしている中長編みの目があるんですが、これをこんな風に編みくるみます。でこのクロスの間、ここに針を入れます。針に糸をかけて、中長編みで針に糸をかけて、今度こっち側ですに針を入れて、中長編み、こんな風にこの目と目の間に針を入れて目を編みくるんでいくようなイメージで編んでいきます。そうすると表から見るとこんな風に編み地ができていきます。ここまで編めたら、先ほどこのリングをつけた立ち上がり鎖2目めに針を入れて中長編みを編みます。で最後の1目にもつけておいて、こんな感じで、10段目ですね、編み終わりました。それでは11段目ですね、立ち上がり鎖編み2目を編んで、この2目目にもリングをつけます。こんな感じで、で先ほどと同じように中長編みを交差させて編んでいきます。こんな感じで中長編みの交差が3段編み終わりました。それではですね、今、11段目まで編んでますね。ここから先は今編んだ編み方で基本的に編めていきます。でこの29、30段目のこのパブコーンですね、ここだけちょっと裏から編まなきゃいけないので、最後にここを説明して編んでいこうと思います。基本的にはもうこの図案を見ながら編んでいっていただけたらと思います。でここの模様もですね、この基本的にはもう引き上げ編みでこの模様を作っているので、こういうとこと同じです。この指示のある前段の長編みの足などをそっくり拾って引き上げ編みをしながら編みます。で基本的にはここ全部表引き上げ編みになってます。で裏から引き上げるときは裏側から引き上げて、表からこう見た時に全部表から模様が出ているように編んでいきます。それではですね、29段目まで編んでいこうと思います。途中気になったところがあったらまた動画撮ります。30段目ですね。30段目のここまで編みました。で次は裏から編むパブコン編みの編み方を説明します。
編み方は、まずは長編みを通常のパブコン編みの通りに、この図案で言うと長編みを4目編み入れます。で、針を外します。で、通常はこちらからこんな風に針を入れて、こうやってかけてパブコンにするんですが、逆側に出したいので、こっちから、向こう側から手前に針を入れて、針にこの輪を戻して引き抜きます。で、鎖編みと。これだけです。はい。そうすると、表から見ると、こんな感じでポコッとパブコンが編めてるというような仕組みです。これで全ての模様が編めると思うので、こんな感じで、身頃を編んでいっていただけたらと思います。はい。編み図通りに完成しました。前身頃が左右ですね。こんな感じ。前身頃左右。そして、後ろ身頃。で、あとは、袖。袖が2枚です。こちらが編み図、後ろ身ごろ、前身ごろがこんな感じで左右ですね。こちら、編み図を、オンラインストアで販売するので、そちら見ていただけたらと思います。では組み立てていきます。ですね、肩をまず剥ぎ合わせます。肩を剥ぎ合わせて、肩をね、合わせて、で袖をつける。で、袖をつけたら脇と袖下を編む、剥ぎ合わせという風に組み立てていきます。で、先ほど編み図を紹介したんですが、よくなんかどこどこのパーツがないですとかっていうコメントでね、お知らせしてくれるというか、求めてくれる方もいらっしゃるんですけど、できれば編み図の方をご購入いただいて、そちらを見ていただけたらと、私もそれで制作の励みにもなりますので、編み図、しっかり見たい方は編み図の購入をよろしくお願いします。はい。で、肩剥ぎ合わせていきます。で、ここで全部の糸3本取りにする必要はないので、ただなんとなく糸の太さは合わせていきたいので、アモット2本取りで剥ぎ合わせていこうと思います。で、こんな風に中表に合わせて、で、この編み始め、編み終わりの糸が余ってる、しっかり長さがある方は、その糸を使われてもいいかと思います。で、ですね、まず肩剥ぎ合わせるときに、この各段のね、頭の鎖があると思うんですけど、この内側の1本ずつを剥ぎ合、取りながら引き抜き編みをして、まずは肩剥ぎ合わせていこうと思います。糸2本取りにして、こんな風に1目目に針を入れます。で、2目目からこの内側1本を拾って引き抜く。こんな感じで両肩剥ぎ合わせてやってください。こんな感じで肩剥ぎ終えてプレスしました。スチームアイロンかけですね、スチームアイロンかけて形を整えました。それでは今回はですね、ここにジャザーを寄せて、ちょっとパフスリーブみたいにします。で、今こう中心にこんな風にリングをつけています。でですね、今この袖のパターンが、身頃より、8センチですね、4センチ、4センチ、4センチ、左右で4センチ、4センチ、アームホイールより大きくなるようなパターンで作られています。
なのでそれを8センチ分ちょっとギュッと縮めてからジャザーを入れてから、袖をつけるというイメージです。でこのまずは今このここで言うと右側ですね、この右側のこの12センチ、今ここ12センチのところなんですけど0、12、これをギュッと8センチまで縮めます。最終段の頭の鎖ギリギリのところをすくいながらこの袖の中心まで並縫いをします。でここを8センチになるように紐を引っ張ります。この幅ですね。でこの今ギャザーが入ってるんですが袖山にこんな風にギャザーが入ります。まあ、ニットなんで結構ギャザーが吸収されるのでちょっとギャザーでこうつけてみてあんまり印象的にならなければちょっとタックに切り替えてもいいかなって今ちょっと思ったりしています。タックの方が確実にこうまあ、こういう風にね、タック取った方がラインが出るので、なんか、パワースリーブ感がわかりやすいかとは思うのですが、なんとなく今の気分はギャザーかなーと思ってます。一回つけてね、外すのはちょっと心苦しいけど、ね。最終的にめっちゃ可愛いってなるのを作るためにはそういう手間も必要かと思ってます。はい、8センチですね。こんな感じでギャザーが入りました。多分ね入れてみたらわかると思うんですけど、なんていうんですかね、ちょっとこうもりっとなります。ここがね。でこれをさっき肩を剥ぎ合わせたのと同様に、剥ぎ合わせていきます。ちょっと位置を固定するためにしっかりとこの待ち針を打っていきます。こんな感じでピンで留めました。こうですね。これを先ほど肩のとこみたいに引き抜き編みで剥ぎ合わせていきます。
今ね、途中までこんな感じで引き抜き編みで剥いだんですけど、これもしかして外側に出てる方が可愛いんじゃないかと思いまして、今中表で合わせて引き抜き編みをしてたんですけど、外側にこのリンキングを出しちゃおうじゃないかと今思い立ちました。なのでちょっと外します。で、外側を中に、あ、じゃない、外表、この表側が外に来るようにして2枚を合わせます。で、先ほどと同じ感じで待ち針で、まあ表と裏が違うだけなんで、ただ綺麗にリンキングする自信がないって方は、あと剥ぎ合わせるの苦手だよとかって方は、内側にしまった方が綺麗にできると思います。リンキングは内側に、最初にやってた方ですね、にした方が綺麗にはできるかと思うので、そこはご自身の何て言うんですかね、技術と相談してやってください。まあ、私もすっごい綺麗に仕上げられるタイプかというとそうではないんですけど、あんまり粗いのが気にならないタイプということで、自分で作ってるといろんなアレンジもできて楽しいですよね。外側にリンキングを出す場合はですね、この身ごろ側を自分の体に向けた状態、こっち袖、身ごろ側、私こっちに座ってるんですけど、私の体に向けて身ごろが来るようにして持って編んでいきます。で、まあ、リンキングの仕方は同じです。引き抜き編みで、内側1本ずつを外側に出す場合は、外側、まあ今回このアームホールなのであんまり外側とか内側とかはないんですが、袖山の方は鎖編みがあるので、そっちはこんな感じで、外側をね、拾う。
こんな感じで引き抜き編みで剥げました。結構いい感じに剥ぎ合わせたのじゃないでしょうか。なんかね、こんな風にアクセントになります。ちょっとアームホールがライン上に出て、それでは反対側も袖をつけていきます。こんな感じで袖がつきました。さりげなくちょっとね、ここにギャザーが入ってるので、ここが丸くなって、まあ、着た時にすっごいボコってなるわけではないんですけど、ちょっとしたパワースリーブ感が出たのではないかと思います。で、袖下はこの片山、ここと同じように内側で剥ぎ合わせていきます。袖下なんですけど、さっき肩と同じで引き抜き編みって伝えたんですが、袖下はちょっと引き抜き編みで全部いくというよりかは、今引き抜きと鎖編み2目で編んでます。この方がなんかちょっと動きとかが軽くなっていいのではないかと思って、鎖2目編んで、ちょうどの位置に針を入れて、引き抜く。鎖2目引き抜き編み1目の鎖引き抜き閉じをして、袖下閉じていきます。こんな感じになるので、まあ、これを表に出してもいいなってちょっと思ったりもしたんですが、こんな方がね、こんな感じになります。で、こうなので、こんな感じで閉じていきたいと思います。組み立て終わりました。こんな感じで袖がついて、袖下、脇下も剥ぎ終わりました。じゃあ次は襟ぐりを編んでいきます。襟ぐり編むときはまた身ごろと同じように3本取りです。で、ここに糸をつきます。立ち上がり鎖3目の3目目、針を入れます。で、立ち上がり1、2、3、4、5目目まで、ここまでは長編み。その後は、1段目は長編みなんですが、2段目からは表裏、表裏と引き上げ、袖の、袖口のこんな感じですね。表裏、表裏で引き上げ編みをして、リブ編みのような編み地を編んでいきます。立ち上がり鎖3目。で、前段の長編みに長編み、でまずは1段目は長編みを編んでいきます。このカーブのところがですね、部分的に少し2目一度を入れながら、ちょっとこうカーブになるようにして編んでいきます。で、2目一度。長編みの2目一度なので、途中まで長編みを2目編みます。で、この針にかかってる3本一気に引き抜くと、これで2目一度があります。で、次引き上げるときは、この2本を一気に拾って、引き上げていきます。こんな感じで襟ぐり1段目編み終わりました。今この印つけてるところが2目1目2目一度をした場所になります。それでは襟ぐり2段目編んでいきます。立ち上がり鎖編みを3目、そしたらその後は長編みを5目編みます。長編み5目と立ち上がり編めたら、次から、リブを編んでいきます。表引き上げ編み、そうですね、表から見たら表引き上げ編みで、編んだのは裏引き上げ編みですね。で、表引き上げ、裏引き上げ、表と裏の引き上げ編みを
交互に繰り返します。で、2目一度したところはその2目一度をごそっとすくって編んでいきます。こんな感じです。で、これを段数編んでいきたいと思います。えりぐり編めました。えりぐり3段で、ここの長編みなんですけど、最後だけ、細編みで1段だけ細編みで編んでます。だいぶもうゴールが見えて、今さっきちょこっと着てみたんですけども、めちゃめちゃ可愛いです。刺したら最後にですね、ここ裾をリブ編みします。ここも襟ぐりと袖口と同じように編んでいきます。裾のリブも編み終わって、これで完成です。あとは仕上げに糸始末をして、ここにスナップボタンをつけていきます。糸始末もすべて終わって、残すはホックをつけていきます。4つつけていきたいと思います。で、へこんでる方が右手側、左前身頃ですね。で、この上にかぶる方、右前身頃、こちらにポコッと出た方をつけていきます。で、この一番上、一番下で均等になる位置につけていきたいと思います。26センチ、この一番上の中心から一番下の中心まで今26センチですね。ちなみに前立ての長さは今30センチです。で、この26センチ、26センチを4等分、3等分か、26センチ 8.66 ということなので、このようにして均等になるように配置していきます。そしたらですね、このメロンの糸、このギブミーコットンコードのメロンの糸を半分に割りました。で、半分に割ってとじ針や、まあ、通常の針でもいいんですが通していきます。で、ちょっとこのホックなんですけど、これちょっと自宅にあったホックなんですね。もしかしたらキットにするときにちょっと違うタイプの、もうちょっと薄いタイプのホックとかに変えようかなとかちょっと思ったりしてるので、キットの場合もしかしたらホックの形状変わるかもしれないので、その時はオンラインストアの写真など確認していただけたらと思います。それじゃあつけていきます。こんな感じでつけていきます。
くこんな感じでつけ終わりました。それでは仕上げにネームをつけます。完成です。サイズを測ります。着丈37センチ、身幅47センチ、肩幅58センチで、袖丈が42センチで完成です。重さを測ります。106g、約1キロで仕上がってます。いかがだったでしょうか。結構ね、動画でサクサクっと紹介していったのかなと思うんですが、まあ編み方自体は本当引き上げ編みだったりパブコーンっていうものが編めればもう全然編める作品です。ただただこのもうデザインぎっちりこの感じを楽しむぜっていう、あとは気持ちだけかなと思ってるので、ぜひぜひ編んでください。はい。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。